ニージェイラ・ポマはニエジェラ・パルモファ1891年、キャンバスに、ユサイ、ツジスワフ・ピョートル・ヤシンスキは、ポーランドの画家、素描家、水彩画家。画業の初期は、アカデミック美術を志向していたが、後に、印象派的作風で知られるようになった。ヤシンスキの父は、装飾業の運営をしており、画家組合長であった。一番下の弟ユゼフは、彫刻家。 もう一人の弟スタニスワフは不和画家及び装飾作家であった。ヤシンスキはボイチェフ・ゲルソンの元、ワルシャワ素描学校にて美術の勉強を開始した。卒業後にクラックフへと今を移し、クラックフ美術学校でレオポルドロ・ロフラー、フロリアン・チンクに指示した。その後、芸術奨励会の講演を得てミュンヘイン美術院へ進学。夫を在住。ザイツ アレクサンダー・フォンバーグナーらの学徒となった。コーラ・マタカ・ホラ、マトカ1891年、ヤシンスキは、ベルリンの展覧会において、出品作、コーラ・マタカ・ホラ、マトカをもって、金賞を受賞。2年後には、シカゴ・バンコク博覧会においても受賞した。1893年に、ワルシャワに戻り、その後同士に定住した。 1896年から1897年の間には、ロシアのサンクトペテルブルク及びモスクワの壁画作品を手掛けている。また、ポーランドのブーツワベクの大聖堂そしてカリシュにある大学の壁画を制作した。1897年、彼はしばらくローマへ滞在し、天井画を描いた。それから4年後の1901年、ワルシャワ国立フィルハーモニー。 管弦楽団コンサートホールの天井に、スマテック、ムジカルドバ、ウェズラスックスムテク、ムズイカルドバ、ベソーシチの場面を描いたが、後の1939年のドイツ連邦軍の爆撃により失われた。1904年の一時期、ヤシンスキはプシューエンク近郊に住んでいた。1910年にワルシャワに戻り、フスペルナ通り63ビットにタウンハウスを建てた。 その後まもなく、ワルシャワイバルバラ協会近隣の福音記者、ヨハネのフレスコ画を描いたが、第二次世界大戦時に破壊されてしまった。1921年、彼は現代美術の抽象的な動向に逆らおうとする芸術家集団、プロアルテプロアルテの創立メンバーの一人となった。ありがとうございます。